月亭八方は、上方の落語家。情報落語協会顧問。本名、寺脇製造。出林は、夫婦一万歳。大阪市福島区出身。大阪市福島区在住。吉本工業所属。浪美小高等学校出身。関西学院大学経済学部オープンカレージーコース。卒業。血液型大型。子供は、長男と長女の二人で。 共に既婚である。発行にはすでに娘もいる。長女は芸能人ではないため非公表であるが、娘婿は長唄の近藤正之助である。また三千代夫人とは別居生活を送っているが、実際には大通りを挟んですぐそばに、互いが居住しており、特に夫婦仲が悪いわけではない。夫人はまた、月経八方講演会会長を名乗っているほどである。結密菓は、 桂米町朝一門の縄文であるが、月亭はじめ門は替え門として月門を併用。子供の頃は病気がちだった。父親は銀行員、母は大衆演劇のファンで、八方が売れてからは地元福島でお好み焼き屋を営んでいた。妻は大衆演劇出身で九州にいた頃には、吉本新喜劇の木村進むと共演経験もあった。 八方自身の子供の頃の夢は、プロ野球選手と漫才師であった。まずは、プロ野球選手を目指そうと、並小高校に進学するものの、周りのレベルの高さから夢を断念。高校時代の途中から落語に興味を持ち、友達や親に対しても、古典落語風の言い回しをするほどだったという。高校卒業後、一度就職をしたが、たまたま見に行った過月の舞台に二代目。 カツラコベイ長がいたので、弟子入りを懇願する。母さから、自分はまだ弟子を取る器じゃないと断られたが、何度も通い詰めた結果、劇場の楽屋への出入りが許され、1968年12月、正式に入門。4ヶ月後に開かれた二代メロのゴロベイの落語の勉強会で前座として初舞台を踏む。演目は、宿屋あだであった。 吉本から正式にもらった仕事での初舞台は、桂金枝キと共に出演したオース演芸場であった。毎日放送のテレビ番組、ギャング王、王、に桂金枝桂文珍四代目、林家コソメと共に、若手落語家のグループ、ザ・パンダの一員として出演し、人気を得る。その当時は、誕生日が同じことから、 西野野口五郎を自称していた。1984年、東京進出を図って笑っていいとも、などに出演するも人気が伸びずわずか2ヶ月で降板。東京は水が合わんかったと大阪中心の活動に切り替える。タレント活動の傍ら、1992年に関西学院大学経済学部オープンカレッジコースに入学。さらに、 大阪府立大学経済学部で非常勤講師に就任する。吉本工業切手の芸人事情通で芸人の私生活で起きた事件を面白おかしく紹介する楽屋ニュースも有名である。この八方独自の楽屋話はまだ新人だった頃、顔を売るにはまず先輩芸人からということで楽屋で虚実ない混ぜの話をし、同業者の笑いを取ったことが由来だという。 その言動から、関西一の無責任男と呼ばれることもしばしばで、高田純次と非されることもある。鶴瓶上岡パペポ TV では、さあさあ、それ嫌がなと始まると、嘘と思わなければ、ダメ、でも、どうしてもうまく騙されてしまう、という話が出た。自身や周囲がしばしば性格のだらしなさやいい加減さを強調するのは、八方の持つ、 独特の諸生感に基づく言動が原因と考えられる。また最近では、サリとて、ヨシンバなどが口癖で、チャランポーラン、富吉のモノマネのネタにもなっている。子供の頃から全く水泳をしたことがなく、金づちであったが、オールスター感謝祭の水泳企画により、克服した。若手時代からギャンブルなどで多額の借金を背負う。妻は、スナック運営などで、 借金の返済。発行には、中学の時家族で行ったオーストラリア旅行で借金があったことを知らされ、その場で全て完済したことも告げる。吉本に多額の借金をしていた時期があり、当時もともと多かった仕事の量に加え、吉本が早く借金を返してもらうためにさらに仕事を入れたことで、東京に比べてギャラが安いと言われる。 大阪の芸能界にいながら年収が1億円を超えていたという伝説がある。鶏肉が大嫌いで一切食べることができない。酒はあまり飲めず甘いものが大好き。一時期体調管理のためにジムに通い食事制限をして10キロほどのダイエットに成功したが現在はリバウンドしている。情報芸能界の大先輩である横山ノックとは家族ぐるみで付き合いがあり。 ノックが成居した際、ツヤに参列した八方は、ノックさんは他人を笑わせる人だったが、今日だけは笑えないと泣き崩れた。熱烈な阪神タイガースファンとして知られており、スポーツ史におけるファン投票で、監督にしたい人物に常に名前が上がるほどである。阪神ファンになったきっかけのエピソードに、次のような逸話がある。1985年、その年に優勝したら、 アドバルーンに乗って空を飛ぶと抗言。この年、阪神は21年ぶりのリーグ優勝を達成したが、どこの放送局からも、費用を出してもらえなかったので、自腹で飛んだ。1999年に発売された、当時の阪神監督、野村克也の自家100万円優勝記念純金像、純金ロムさんを最初に購入した人物でもある。現在は、 阪神電気鉄道の系列であるホテル阪神に隣接する高層マンションに住んでいる。弟子の月亭発展によるとかつて安心亭トラ吉と改名をしようと発言したことがある。2013年からは阪神が勝利した日だけ阪神にちなんだ内容のツイッターを発信している。得意な古典落語は師匠、母さ譲りの坊主じゃや秘伝書。 小福亭二角からもらった黄金の大国、青菜、大師匠で人間国宝の三代目、桂米朝から教わった地獄八景猛者儀、宿屋あだ、口合い小町、京の茶漬け、蛇含む草、三段の平米、あたご山、の木漬け、立ち切れ、先行他にも、七夜芝居などの芝居話や、稽古屋などのはめ物入りの話、動物園、 タヌキ夫などの笑いの多い話にも力を入れている。自作の新作落語は、天神さん、近未来大阪、清原のパパになりたい、下町のパパ、寿命、命の母など多数。2011年、トミーズの漫才をヒントに構想を練り、共有で落語作家の井口守に台本を依頼した、アコ47新設は講義手伝も好評を、博している。 講座では古典への回帰が顕著である。かつてのように枕で、阪神タイガースの話題を振ったり、漫談だけで舞台を降りるようなこともなくなった。また、ネタおろしも積極的に行っている。年に一度、新春に、有馬温泉、長楽町学寄せにて一門会を開催したり、大阪市安倍野区のアークカルチャーセンターで月定会を定期的に開催したりなどしている。 その他にも、天馬天神繁盛亭での定期的な八方繁盛亭の開催や、他の落語会への出演なども数多い。最近の古典への目覚めとともに、舞踊、長札、話か、団地などを稽古中でもある。自分の弟子から話を教わった唯一の師匠と言われる。ただし実際には、三代目、昭福亭二角が師匠の六代目昭角に、 黄金の大黒をつけた例などもある。後輩ではあるが、鶴瓶は枕の面白い話家として彼を第一に挙げている。2009年10月、地元大阪市福島区に寄せ小屋、八商店をオープンさせたが、2018年4月に閉館。2018年3月27日に一門によるファイナル公演が催され、4月24日に、 師匠の月亭課長のお別れの会の会場となった。2011年10月、地震初となるの NGK での独演会、月亭八方落語夕笑い会を開催。2012年10月にも、再び NGK でパート2を開催し、以降毎年開催している。一門は、八方一門とは呼ばず、月亭始め門と呼ばれる場合が多い。師匠課長と、 弟弟子を含めた場合は、関西一門とされることが多い。話し家ではないが、なるみが一門と勘違いされることがある。また同じ事務所所属の六代桂文江、四代桂ツラ将軍上田との共演が多いため、文江一門と勘違いされることもある。命名に際しては、八方の法と八を交互に用いているようである。以上が現在の弟子で、 他に辞めた者も,もいる。落語家として情報落語協会に所属しておらず、現在は同じ芸名のままワロップにて番組 MC などの活動を行っている。八方の弟子に対する態度は自由放任に近い。八方が課長に入門した理由の一つもすぐに講座に出られそうだからで実際に入ってすぐに講座に出られた。しかし、この自由放任には 自立が伴っており、芸や時間や服装には厳しく、遅刻した場合は即刻指摘、または波紋にするという厳しい一面もある。ある時、発酵がナンバグランド花月の楽屋で稽古をつけてもらおうと相談に行ったところ、八酵は無言で楽屋を立ち去り、そのまま舞台へと向かい、舞台上では入門当時に一度だけやったことがあるネタ、タヌキサを披露したという。 当然、過月では、全然受けなかったが、その姿勢こそが発行への無言の落語に対するメッセージだったと言われる。上記の弟子のうち、法政は正式な弟子ではなかったが、2009年12月に、情報落語協会入会を承認され、正式に一門となった。山崎は2013年には公式での活動名を、月定法政に一本化している。さりとて、落語家。 十条隆則。月帝法政さん思い入れの寄せ大阪。八章亭が4月閉鎖へ。3月27日に50名限定の月帝はじめ門会開催。ガジェット通信。2019年5月1日へ閲覧。仲間から1000円もらうため、月帝課長さんお別れの会。弟子が破天荒エピソード披露。産経ニュース。2019年4月30日へ閲覧。 ありがとうございます。